危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。
しい話はここを離れてからだ。おっと、腹ごしらえでもしながらでどうだ。ん、you
ほう、また魚が一匹増えたようじゃ。侍、刺身にしてやる。血を分けた兄を殺し、手に入れた当主の座は幻か。寸縁山に栄えしよくやる。世の亡き後は名優らの草刈り場となり果てよう。うつけ信長に伝えよ。新しき世の先駆けとなれと。はよいたせ、宵の覚めぬうちに。
か。おすげえぞ秀の字。吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか、4万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。よし、あれだ、俺に任せろ。怖い、かなり怖い。頼んだぞ。よしよし。木を切るなら任せろだとよ。はあ。
皆も戻ってきたみたいだ。何これ。言ったろ、ムミオ、これが藤吉郎流、殺さずにして勝つ。無害なあやかしもいるんだよな、秀の字。よし、じゃあ砦を直しに戻ろう。一晩あれば十分だろう。終わったよね。どうしたの？浮かない顔して。おーい！霊石が、ここにあるはずの霊石がどこにもない。Ugh!
ぱりその小刀は。幼い私を拾って育てたのは祖林衆、掟を守り妖を狩り続けてきた。祖林の刀が光を取り戻すとき、常闇を払い亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。おーい、な、半蔵殿、ここはそれがしに任せ。殿、承知。
貴殿の助太刀感謝いたす。この恩必ずや我が部で報いよう。マガラを討ち取った今こそ浅井朝倉を打ち破る好機。我ら徳川も体制を整え共に参ろうぞ。ほう、救いのものをよこすとは味なことを。姉川で直隆を破ったのはお主か。ならば心置きなく夜叉となろう。霊石が見せる夢は代償を伴う。あ？だだおめは。恥を忍んで哀れみを乞い申す。
何とぞ一覧を。一と過ごした日々は守るべきものを私に教えた。なれど憧れた兄上の背は追うほどに遠ざかり、余人の及ばぬ彼方へ。募った深い悩みは心に隙を作り、ついに引き返せぬ道を選んだ。兄上が作る世には光が見える。その輝かしい世に愛する者だけは残したい。急がんと、火が。最後のお別れをする暇をください。なんかチクッとしたの。あんたもしょってんだな。とどめを刺さないのか。面白い。それじゃ遠慮なく引かせてもらう。あんたも逃げた方がいい。霊石のせいか厄介なのが寄りついちまってね。ここもじきに崩れる。じゃあな、あんたとはまたどこかで会いそうだ。
落ち着いて聞いて。半兵衛が死んだわ。半兵衛、具合は悪そうだったけど、こんな急に。猛者が友を求めておるようだ。
めゼータイシアガリルヤテスコスデシカイアエマウスラグいかん光秀様の身が いつもながら見事だな。さあ、光秀を倒しに行くぞ。あ？どうした？なんだよ、その顔。おのれ！汚い真似を！光秀様を頼む！おい、本当に行くのか？俺の主は藤吉郎になったんでな。悪いが首をもらう。
やるやつだとは聞いていたが、ここまでとはな。お前に勝てる気はしねえな。主のために忠義を尽くすのが侍。負けたからには腹を切って詫びるしかねえ。だろ？
また難儀させてすまん。茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉、天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ？では官位はどうだ？あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。強情なやつだな。だが死ぬやつには何も嫌な。
この力があればお前はもういらん。生きていたとはな。しかし、いいところに来た。
あなたに託すわ。残す鍵は霊石ってことね。Thank you.
ないぞ。まあ慌てるな。俺の新しい嫁を紹介してやる。
ラカチュ、シタワ、ヤテシカ、ラカチュ、イナザルユ、シタワ。さあ、藤吉郎を追いましょう。見覚えがあるだろう、この満開の桜。うってつけだ。お前の墓標に。出会った時は俺が目覚めさせたんだ。親に捨てられどん底から這い上がるために俺は輝く石で夢を叶えてきた。そしてついに天下人の夢も。だが夢がでかすぎて赤い光に見入られた。夢を食って霊石を生む闇の力だとは気づかず、終わりなく膨らみ続ける悪夢の中、最後に俺の目を覚ましてくれたのはお前だった。ソファの光か。
待してる。世は滅びぬ。さあ、愚か者め、死ぬがいい。強くなりましたね。大竹丸を封じる、それが最後の定め。あなたの長き定め、見届けました。You're not a morning person, then. Hey!
I crossed the raging seas to reach this land. An English-speaking ninja. A warrior without a past. Then I met a Tanuki. With the weight of the world on his shoulders. In the heat of battle, I learned the true meaning of struggle. With the defeat of the Spaniard today, finally the war is at an end. I stand ready to battle demons. I stand as a samurai. ようやくお目覚めね。I leave the two of you to it.本当に起きるとはね。けど、あなたが目覚め、あいつは解き放たれた。また誰かに取り付く前に何とかしないと。さっきの男、天海が言うには敵ではないみたい。さあ、後を追いましょう。
危なかったな。もう少しで。ムミオ、すまんな。お前も来てくれたのか。But isn't Hideyoshi a traitor and a... Looks like you're off the mark. 藤吉郎、人に戻ったのね。ああ、すっかり。長い間、面倒かけたな。で、あやかしになったご気分は？体はどこもおかしくない？そいつはこっちに聞いてくれよなあ、ヒデノジ。戻ったか。梅雨と落ち、梅雨と消えにし我が身か。何はのこと、夢のまた夢。どうせ行くとこないんでしょ。来れば。
静か。まれびとよ、同じ光を宿すようですね。兄の若い頃に少し似ているような。気のせいでしょうか。それはさておき、急ぎましょう。兄を止めるために。これで託せます、私のすべてを。はあ、
止まらぬ兄の怒りは新しい争いを生み続ける。血を分けた妹たる私であれば、兄を倒す刃を生み出せましょう。人とあやかしが共に暮らせる世のためなら、半身たる守護霊を失おうとも構いません。時を超えし稀人よ、兄を斬る定め、果たせるのはあなたのみです。覚悟か。人と忘るなど虚しき夢を。ならば、ぬん。夢ごと滅ぶがよい。
人と忘る夢は破れ。人を根絶やす夢を見た。我が角を砕きうるは同族の力が宿りし刃のみ。その刃が輝く限り、我ら兄弟の思念は残り続ける。なれど世の心残りもようやく晴れた。人と忘る夢をうつつとなした者よ、我らと同じ輝きを宿すその瞳に真実を見せることが叶うとは無常の喜び。我らと血を分けし者よ、感謝する。鬼を殺した若者はその刀を残し、時の彼方へと消えていきました。そして長い長い戦いを終え、遠間頭頼光剣山、今日を騒がす鬼どもめ、おとなしく玉城をよこせ。なぜその刀を？雷光殿、羅生門に！怪しい奴め、次は必ず玉城をもらう。行くぞ、金時。
アシアドーマン、お前が黒幕か。愚かなり。生命か、余計な真似を。また玉城を集め直さねば。相変わらず可愛げのない。少々術支度に手間取りましたが、無事で何より。平安の願いが込められたこの都も、悪しき改まのはびこる地となり、戦場と見まがうほどの惨状になり果てました。陰陽の道は万物の調和を律して、世を平穏に導く術。この術を託し、共に当麻の道を歩むは、心を許し合う同志。今日の闇を切り裂くは、羅生門へもたらされた新たな光。光を宿す稀人は、平安への大いなる吉兆。ふん、可愛げだと。それでは化粧の相手さえおりますまい。ここは一つ折り紙でも覚えてみては。いらぬおせっかいだ。東方が化粧など。ほら、お待ちですよ。鬼を斬る鬼とは実に珍しいな。今なら空きがあるぞ。横島なる木はあの穴の奥からのようじゃ。主もあやかし、何故を追う。わしがよりしろとなる。人に忘れるなら、せめて滅ぶべし。急いでドーマンを止めねば。うん、忌々しい。ソハヤの光の使い手よ、二度と世の邪魔はさせぬ。
人よ。今にも飛び出してきそうだ。九尾の狐も同様、急いで封じねばなりません。後世を見守る務め頼みました。お前がなすべきことを果たせ。一族が鬼との戦いに倒れる中、年端のいかない私に託されたのは、あやかしを打つ刀、そして私は鬼を斬ってきた。何の問いも抱かず。だが斬った新玉は次なる新玉を生むばかり。この身に続く者が何人同じ刀を振るおうと、真の平安にはたどり着けぬだろう。後世より来たりしまれびとよ、鬼を斬った若者の伝承を解き明かし、新玉が生まれしゆえを。
レオ、弁慶、なあ、片桐、まあ、おえつもか、ち、牛若、稲葉王、牛若、ケスター、レオ、タカミ。人の戦が怨念を生み、怨念が妖かしを生むか。御霊を鎮めたまえ。弁慶が武具ではなく、まれびとを見つけてくるとは。半妖として生まれた私を迎え、武芸百般を授けたのは、鞍馬山に住む妖かしたち、そして私の刀を狙って現れた弁慶は、互いの命を預ける分身に。源の九郎判官義経、霊石に見入られた平家を滅ぼし、源氏に伝わる妖かしを打つ刀を手に、必ずや世に平安を取り戻してみせよう。それを後押しするは
新たなまれびとの光。同じ光を持つ者よ、女性に感謝する。怒りに飲まれるところであった。世を戦火に巻き込んだ真の敵は未だ人の闇に潜む。争いを生む。貴公であれば我が志分かち合えよう。いかに遥かな道が待ち受けようと、このあやかしを打つ刀ある限り、私も戦い続ける。後世より来たりし、まれびとよ、刀に残された我が育ちの思念をたどり、真の敵を討て。